はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビッシュです。では今回は This is a Police の165日目続きをプレイしていきたいと思います。退役軍人のデモ鎮圧、黒幕に行政化。まあこれは証拠メールもね、前回、突きつけましたからね。スポーツ用栄養食品、脳の細胞崩壊化。これかなり大きくないですか、このスポーツ用栄養食品を売っていたメーカー的には。ゴミ廃棄場で古代ユダヤのコイン発見ということで、視聴者とはもう全面対決になっていきますね、これからは。まあ、視聴者イコールロジャーズ市長になると思うんですけど、前回市長側につくのか、それともね、反視聴者側につくのか、その選択肢で重大な決断をしました。まあ、反視聴者派、反視聴派ですね。おい、ゲイは今日も働かないの。こいつ一番最初に解雇だな。全く仕事してないですよね、ゲイ。二人いるゲイのうちこっちのゲイは全く仕事をしない。ただ今日はゲイ一人だけかな、仕事しないのは。他はみんな出勤してくれましたね。視聴者からか、そうだね。予算を削減させてもらうということですね。一人死んでるんで、空きスロットをそのまま削ればしのげますね。で、情報提供者、少々君のためにチャレンジのハードルを低くしてやろう。残念ながらトロイスターの助けは借りられそうにない。チャーフィーというのは反視聴者派の対立候補ですね。つまりロジャーズと市長の椅子を争う立場にある人間です。視聴者のセキュリティチームに あまり首を突っ込めば彼の蘇生がバレてしまう可能性があるからな。トロイスターっていうのは、まあ、スパイ的な感じですね。幸いにも別の手段を用意してある。数週のうちにも有用な情報を持っていそうな人物たちの名前を知る。視聴者を攻撃するのに有用な情報だ。中には簡単に口を割らない者もいるだろう。一人二人の刑事は足りないかもしれない。急におじけついてしまう情報提供者を考え、ごめんなさい。中には簡単に口を割らない者もいるだろう。一人二人の刑事は足らないかもしれない。急におじけついて情報提供を考え直す者も現れるだろう。中には町から姿を消す者もいるかもしれない。急いで行動を起こした方がいいぞ。と言われてもね、これだけだとどうにもならないな。先にこっちの方から行こう。視聴者の警備主任を務めていたが、現在は無職。無断欠勤で18ヶ月ほど前に解雇されていた。彼を襲撃するの。そう言われてもな。とりあえず一旦閉じてだ。どうする？時間が決まっているものから先にやった方がいいね。一気に事件が来てるな。まずは公然わいせつですね。店の前、お、裸の年配女性。年配女性か。と店主から通報。その女は裸足で、白髪交じりのロングヘア。誰かが投げたブランケットを肩にかけた状態で、女は店の中を覗いた。何かお探しですかと声をかけると、女は私に罵声を浴びせて去っていったと。変なやつだな。まあフランコ一人でいいだろう、この手のものは。で、迷惑行為はというと、小学生集団がゴミ箱を倒しながら通り走り回っていると、退職者のビルダ・ハッチンソンから通報。早く誰かをよこして、あのガキどもを懲らしめて。まあこれも一人でいいね。なんか一人で事件に行ってくれるようになってるな。で、ドーナツショップの窃盗事件。ホームレスの男がキッチンにこっそり侵入し、あらゆるものを食べ尽くしてしまったとエイミー・マーバンから通報。なるほど。噴射灯まで食べたらしいで合ってますが、ごめんなさい、読み方間違ってたら教えてください。キッチンに閉じ込めているの、早くこの愚か者を連行したいと。まあ、これもゲイ一人でいいな。頼むぞ。で、そんなことよりもこっちだ、よくわからないのが襲撃事件。何これはさ、どうすればいいわけ。襲撃しなきゃいけないんだけど、誰も言ってくれる気配がない。意味がわからない。どうする、これ全員視聴者派、視聴側ってこと。なんかね、全然言ってくれそうな気配がないんだけど。3人言ってくれって言われてるけど。
どうすればいいんだろう。フランコが死にやがった。殺された可能性もあるな、これはね。公然わいせつの方は犯人に逃げられている。まあ当然だよね。死んでるからね。迷惑行為の方はバンダルが一人で事件解決。まあ、バンダルも再雇用した時は5だったんですけど、だいぶ復活してきましたね。ゲイもしっかり仕事をした。で、9300ドルですね。で、エリスは死亡。まあ、今日はフランコも死にましたからね。で、ミニマートの方ですが、麻薬の取引ですね。ラルフ・イングルは若い女に道を尋ねるとコカインを欲しがっている客と勘違いされた。僕はいろいろなものに興味あるけれど、麻薬は別だ。母は僕がワインを飲むのさえ、許してくれないんだから、とラルフは言った。なるほど。まあ、勘違いの可能性はあるけどね。ちょっと待ってね。フラワーズと誰行かせるかだなーって考えるよりは、メガネ同士のマイリーとレイグッドに行かせた方がなんか安心感があるイメージがある。で、問題はこの襲撃の方だよね。襲撃させられないのがちょっとよくわかんないな。あ、そっか、今全員事件についてるんだ。そうなると捜査から外すしかないな。そういうことですよね。捜査から外そう。何？外せない？マジか。襲撃もさせられない？いや、そんなことないね。外せるよね。主任刑事以外は全員一回外そう。これで、ちょっと待ってね。一回襲撃の方できる人がいるかだな。いるね。まずは、コールマンを襲撃させよう。池の世話人。で、さらに刑事事件の方で、その前にケビンズバーで、さらにフリーバック小学校でも事件だ。先にこっちを片付けましょう。酔っ払った友人グループがナイフを使ってダーツをしていた。そのうちの一人が誤った方向にダーツを投げ、若い女性に怪我をさせてしまった。まあ、大した事件じゃないと思うんだけど。バンダールとディクソン、この二人で対処して。いやー、これはいけるでしょう、二人で。じゃあ、フラワーズだな。で、兵器の違法取引、フリーバーグ小学校。高校生が学校のトイレで銃を撃っている。生徒はリュックサックいっぱいになるくらいの銃を持ち込んでいると学校関係者が話した。これはガセと認定して、捜査の方で、3人引っぺがさなきゃいけないんだな。となると、主任刑事以外一旦引っぺがさないとダメだな。あと一人は引っぺがさなきゃいけないんで、ムーディーを事件から外して、襲撃事件の方に当て込みましょう。ん？待って、エイムズしかいない？そうか、シフトの関係もあるんだな。そうなると、シフト A チームの人間を引っぺがさなきゃいけないってことになるな。その前にゲット地区の方が10秒しかないね。臨時がマリファナを栽培していると、ブルック夫人から通報。これもガセでしょう。で、郊外で起きている、こっちの方に3人の刑事か。女の友達がパーティーを計画していて、今回いつも以上に気合を入れているんです。あなたの部下の中から特に体格が良くて、大胆な男性を数人借りることはできないかしら。丁寧におもてなしさせていただきます。誤解のないようにはっきり言っておきますが、彼らにストリップをしてもらいます。エスコートサービス会社が派遣してくれるのはピエロばかり。もう飽き飽き。いや、これ無理だ。今その余裕は残念ながらないんだ。しかも男でしょ。全く興味がないな。襲撃の方はどうなってる？隊員を配置すべき12のポジションにマークが入っている。戦車の攻撃にも耐えられる場所もあるが、保護体制が十分でない場所もある。そのようなポイントには突撃隊員を置くのがベストだ。どこが一番弱いポイントかを知るには人々を尋問して情報を入手しようと。なるほど。各ポイントに最大で3人まで隊員を送り込める。隊員の特性や尋問データ情報を活用して人選を選ぼう。いや、隊員の特徴いまいちわからないんだよな。作戦を仕切る経験豊富な指揮官、通常数人の隊員を引き連れて襲撃を行う。なるほど。
チームリーダーがいて、突撃隊員がいて、侵入隊員がいて、狙撃隊員がいて、水中突撃隊員がいると。なるほど。いやー、なかなか厳しいな。とりあえずアーロン・コールマンの話はどうなってるかというと、最近池の中にある下水槽の格子を取り替えようとしたんです。場所はボート乗り場の沖合です。若いダイバーを送り込んだのですが、彼は泥水の中でパニックになり、酸素タンクを落としてしまったんです。危うく溺れるところでした。経験豊かなダイバーを2人ほど依頼したのですが、誰も現れません。相手からの返事を今も待っていますと。なるほど。ってことは、池に2人派遣すれば池から視聴者に侵入ができるってことだな。まあ、ちょっと一旦じゃあ水中隊員をここに配置しよう。でそれとは別にゴミ廃棄場の方だな。こっちに3人人を戻さなきゃいけないんで、3人いるか。そもそもシフト AB の判断がちょっとつかないんだけど、一旦全員戻しちゃおう。いや、これ均等にシフト AB に人が入っていてくれることを祈るしかないな。か、もう事件を解決しちゃうかだな。一気にね。9枚写真があれば事件解決できる。ちょっと後でやりましょう。早急に。兵器の違法。ケビンズバーでダーツを誤って投げたですね。ナイフは女性の脇腹に刺さったままで、傷つく力出血、怒った群衆がナイフを投げた男の周りに集まっている。男を捕まえる。下がってくれ。全員逮捕されたいのか。女性の方からナイフを抜き男に投げつける。もう男を捕らえるだな。男はバーカウントに飛び乗ると出口へと走った。男を警棒で男を転ばせる。まあ転ばせましょう。でちょっと待ってくださいね。兵器の違法取引は逃げられたか。これ高校生か。マジか。高校生がこんなことする。リュックサックいっぱいに拳銃を持ってきて売りさばくかな、高校で。まあいいや。でゴミ廃棄場の方は3人送れるね。シャロー疲れてるけどちょっと頑張って行ってくれと。さらにコールマンにボダン、この3人でなんとか対応してもらうしかない。でシャーロット・キースラー郊外、これはそうですね、ストリッパー要員を派遣してくれって話なんで、これは仕方として、密輸の方に行きましょう。一緒に旅をしている3人の女が盗難にあったダイヤモンドを売ろうと町に入ったと情報提供者から密告。なるほど。その宝石類は女の1人が隠し持っている。なるほどね。じゃあここは、西フロリドにバーディ、この2人に行ってもらいましょう。フロリドもちょっと疲れ気味だからな。でそういえばあれかな、隊員が死んでるからリクルートできるんじゃないかっていうと、できないか。できないね。警官するとか25の25で埋まっちゃってますもんね。しょうがない。3人余れば、ディクソンが戻ってきたら送るか。体格の良さそうな人、ちょっとこれちょっと待ってね。大胆な男性、ディクソンでしょ。いやこれレイグッドが大胆だったらちょっと面白いけどな。さらにゲイを送る。ゲイちょっと一人だと派遣しづらいんで、今ゲイの3人を送ろう。でもこの3人がこんなことされてって言って3人一気にやめられるとピンチだから、ちょっと今はやめましょう。ここまで来てね、大ダメージを受けて3人いなくなるのは避けたいんで。市のゴミ収集人たちが会社の集会で腐った牛乳を飲んでしまい、もう何日も欠勤。道路はゴミで溢れ返っていて、救急サービスに電話が殺到している。なるほど。じゃあこれはバンダールにゲイ、この2人に行ってもらおう。で騒音の苦情ですね。激怒した男性が電話口で叫んだ。隣人が大騒ぎをしているせいで、まあ、眠れないと。あの迷惑野郎はまたスピーカーの音量マックスにしてラップを歌い始めた。家中が振動している。でもあのとこには注意してくれ。ギャングスターを気取って銃を買ったんだ。そして誰かが注意しに行くといつもその銃で脅してくるらしい。常識が通用しない男だから発砲してくるかもしれない。はあ。どうなんでしょうね。アパートとかだと確かに騒音ってあるのかなって感じはしますけど、今マンションだとね全く騒音とか感じないですね。
もうおそらく自分も騒音を出していないんじゃないかなとは思うんですけど、少なくとも相手の騒音は全く感じたことはない。ラケット刑事、新しい写真3枚入手してるね。操作しちゃいましょうか、これはもう。早速見ていきましょう。ジョセフ・コステロは教会に遅くまで残り保管するための品物を運び込む。ジョセフ・コステロは教会に遅くまで残り保管するための品物を運び込むんだね、夜遅く。で、麻薬は小さな色付きの袋に入れられ、司教のワイナリーから届いたワインの箱の底に隠される。で、車両は麻薬は白のジープで配達。ボンネットに十字架が描かれている。これでも白のジープってないよね。白のジープ、まあ後ろはこれ白のジープなの、後ろは白のジープに見えなくもないな。これどうなんでしょうね、光が当たってるところは白くなっているっていう判断でいいのかな。で、荷下ろし、箱はドライバーが教会の中まで運ぶ。ジョセフ・コステロは図書室にある本棚の後ろに麻薬の隠し場所を作っている。この本棚には青い本しか並んでいないということですね。じゃあまず見ていきましょう。これ教会だよね。で、これは白い版だと。よし、まずはコステロは夜遅くまで残っているっていう、まあ選別からだな。まずはちょっとこれを見ていくと、この車とこの車でいうと上の方は十字架が書かれているんでこっちですよね、間違いなく。で、色のついた袋に麻薬を入れてるっていうんでこっちですよね。出た、これは何を持っているんだ。ワインの底にどうのこうのって言ってたんで、これとこれ比べるとこっちがワインですよね。これ何持ってるのかちょっと分かんないけど、で、これが分からないな。これは本棚の後ろにどうのこうのって言ってたでしょ。で、これはワインの箱に入れているでしょ。で、これはコカインだよね。麻薬だよね。ちょっともう一回見直しましょうか。教会に遅くまで残り保管するための品物を運び込むと。運び込みました。で、麻薬はというと小さな色付きの袋に入れられ、司教のワイナリーから届いたワインの箱の底に隠される。でもこれ色ついてないもんね。まあでも順番的にはこうなんでしょう。で、車両は白のジープで配達。配達されると。待ってね、配達されるのは先だよね。配達されて運び込むと荷下ろしするでしょ。荷下ろしは場所、箱はドライバー教会の中まで運ぶ、運びます。警備体制はというと、図書室にある本棚の後ろに麻薬を隠し持っている。まあ、こんな感じかな。そうなるとこいつが何者なのかがちょっと分かんないけど、順番的にはこんな感じでいいのかな。まあ、ちょっと写真が足りなそうな印象ですね、9枚だと。で、密輸の方は肩がつくね。で、アーロン・ジョンセン襲撃した人ですね。視聴者の警備主任を務めていたが、現在は無職って話ですね。視聴者の入り口は大きく開かれていて、テロリストでも簡単に通れてしまう。だから何度も上の人間に頼んだ。大きなライフルを持った軍隊を起こしてくれて、でも誰も聞いてくれなかった。なるほど、誰でも入れるんだな、視聴者の真ん中で。じゃあ、突撃隊員をここに配置するのがいいでしょう。で、操作の方なんですが、写真が9枚だと多分ね、足りないんじゃないかな、全部。そうなんだよね。もうちょっと写真の枚数欲しいとこなんだよな。今一人ずつしか、警官が派遣、刑事か、派遣できないんで、このまま未解決のまま終わっちゃうっていうのは避けたいんだけど、難しいかな。さあ、騒音苦情の方は大丈夫ですね。まあ、今日も警官に死亡者が出てるかな。まあ、襲撃準備っていう意味では、今回2人ね、
情報を聞き出してますから、ここからさらに進めていくって感じになるのかなと思います。では勤務終了していきます。シフト A でフランコが死んだと。シフト B の方が圧倒的に充実してるな、人がね。シフト A が、ちょっと人が少ない感じがあるんで、シフト A に集中的に人を入れていきましょう、今後はね。はい、というわけで165日目、プレイしました。いかがでしたでしょうか。次回はご覧の166日目プレイしていきたいと思いますので、引き続き皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。